おっす。上野三兄弟、長男くるとと、次男かなつと、長女のくるみです。イエイ。祝二冠達成おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。誰ですか、勝ったの。え、誰ですか、優勝したの。まあそれは後々話していきましょうよ。今回は6月26日、27日に行われた大阪で開催されたグランドチャンピオン決定戦全日本大会、出場してきましたんで、その結果報告を試合動画の前に、報告させていただきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。レッツゴー。結果はベスト8でした。今回の反省点は体力がなかったのと、まあ、ちょっと最後ラッシュがあんまりできなかったところです。で、まあこれからはしっかり体力をつけて、他の選手の気合をたくさん見て強くなりたいです。終わります。おっす。中学2年男子軽量級の部で優勝して、見事2冠取り方ができました。イエーイ。はい、無事グランドチャンピオン決定戦という、まあ前回出た JKJO とはまああまり違う、打ち合うのが多いガツガツ系の試合、ガツガツ系の大会なんですけども、まあ自分はそんなガツガツ系の組手スタイルじゃなくて、まあ距離を取ったり自分の距離で戦うスタイルなんですけども、このスタイルで、優勝することができて本当嬉しいです。いいところも悪いところも出て、まあこれから練習すること、まあまあ今回の試合で使えることと、もっと練習しなきゃいけないことを見つけれたので、それをもっと練習してもっと最強になって、圧倒的に、あ、まあこの階級で圧倒的な強さになりたいです。おっす。おっす。今回は高校 2,3 年男子軽量級の部で、無事に優勝することができました。拍手してみんな。まあ無事に、目標にしていた、JKJO とグランドチャンピオン決定戦の、2冠を達成することが、できたんですけども、今回は、前回 JKJO では不戦勝が多くて、自分の中でも全国優勝を認めてない部分があったので、今回は、まあ自分が納得いく形で、全試合勝ってちゃんとした形で全国優勝したいなと思っていたので、まあその JKJO での悔しさもあったので、この試合までの練習は今までよりも死ぬ気で練習して、フィジカルも鍛えて臨んだので、今回の優勝につながったと思います。今後は今後はまあジュニアの部もそうなんですけども、一般部での大人の部で活躍していけるようにからの体作りと自分の組手を生かしていけるような強い選手になっていきたいと思います。今回は応援ありがとうございました。おっす。今回は無事に兄弟で2冠を達成することができたんですけども、まあ目標であった3兄弟全日本同時チャンピオンなることはなんなかったんですけども、まあくるみにはね今後とも頑張ってもらいたいと思います。まあ先にねくるみが優勝してたんで、また全日本チャンピオンに返り咲いてほしいと思います。頑張ってくださいね。意気込みを一言言っとけ。気合入れてね。どう同じ階級のやつに先生っぽくしとけ。気合入れろ。全員ぶっ倒すって言ってくる。全員ぶっ倒します。ぶっ倒しますね。ぶっ倒してそっから大事だ。全員ぶっ倒してやる。よっ。はい、ということでこれからもねまだ目標達成できてないので、3兄弟全日本
優勝、そして僕たちの目標である世界チャンピオンをね、はい、頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。試合映像なんですけども、近日公開しますんで、ぜひ楽しみにしててください。はい、はい、今回も応援ありがとうございました。ありがとうございました。背伸びすんの。今後ともよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価、そしてコメント、応援コメントもたくさんありがとうございました。本当に力になりました。本当に力になりました。チャンネル登録、まだ見てくれている中でしていない方いれば、本当にしてください。お願いします。お願いします。まあ今年の夏は本気で YouTube をねバズらせるために頑張ろうと思うんですけども、皆さんの応援と拡散が、必要なので、ぜひ協力してください。うどん天才お願いします。お願いします。どしどし、まあ、面白い企画取れそうなんでね、これから、はい、ぜひ期待してください。チャンネル登録もボタン一つなんでお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でバイバイ。